いや、どうせ待ち来る、みんな。せっかないしさ。ほんとやるの、政治。いや、いいよ、やるな。いや、どうせ。もうやんの？どけたやつやろ。真ん中、後ろ向いていいよ。後ろに置いちゃってもいいよ。新大阪。バックは前で。バックの中に置いちゃって、そう。新大阪。うん、俺、全然あの逆方向で。それも。あ、歯ブラシ。来てくれる？またね、養分。もしかしてポーカー終わった？ポーカー終わった？ポーカー終わり。ポーカー終わりだな。続いく。ちょっとアレンジかかってんな。社長たちと。ああ、ね。こんな時間まで？半粒に。みんなでやったらいいかな、カンカンダンス。新大阪で。ちょっと一応、TikTok感なんで、踊れます。動画全然出してないやん。練習して動画、いや、もう一発本番で、うん、撮るのはいいんだよ。ああね、うん、できない感じがいいんだよ、うん、未完成なやつね。うん、未完成なやつが、うん、極めちゃダメだね。極めちゃダメ、できないし。タコシはなぜか来る。いや、俺もおかしいもんな。タコシは全然違う方向で。タコシはどうするか分かりません。お見送りに来て、で、誠治も帰らなきゃいけないし、たかしどうするのって、うん、リスナーさん捕まえるまで帰れません。ああ、なるほどね、うんうん、今日配信できるかな、これ帰って、無理やな。川崎に用事あるの。誰が誠治。ステージは22日以降だね。会社があるから。税務署ほんと来るよ。税務調査されてるからね。最近無限来たね。嘘。うん。でも今日入ったんだ。一切払ってない。来ただけらしい。で、2000万の車買ったね。何の車なんですか。なんかレクサスのアルファードみたいな。あ、なんて LM？ LM ってやつ。うわ、あれそんなに2000万するの。プリウス仲間だったのに LM 買っちゃったよ。うわ、頼まってるわ。かっこいい。いや、俺アルファードが好きだ。形は、うん、こっついよね。うん、ハイエースとかもなんか高級になってるしね、もう今、うん、トイレとかついてるんだよ、ハイエース。いいかな。中古のアルファード買おうかな。ああ、いいかも。うん、3年か4年落ちぐらい、うん、5、600万ぐらいの、うん、
でみんな乗れるから、うん、うん、でクラウンもさ、うん、CRV になってるじゃん、うんうんうん、最近いるよねクラウンの新型、うん、あれもいいんかな、高いんかなあれ、高いでしょ、だってあのアルファードもそうだけど、もはや運転する車じゃないよね、うん、あの高級車ってね、運転手いてって感じ、 SUV か、うん、クラウンのね、それはね会社の給与で、うん、いや旅配信とか高級すぎるんじゃない、盗まれやすいのはどうだろう、あれじゃない、あのランクルとかじゃない、うん、ランクルとかね、ランクルね、うん、鍵なくても開いちゃうんだよ、そうなんだ、うん、盗難多い、でもあの圭之介選手乗ってる RX が一番かっこいいと思うけどな、俺はあれ好きだけどね、うん、うん、いやまあプリウスも綺麗だよ、俺のプリウス型も新しいし、うん、ぶつけてない、うん、うん、あれぶつけた、誰が、マリオが、マリオ、なんでぶつけんの、事故車になったもん、なんでどこぶつけんの、修理費用30万だ、嘘やろ、保険降りなかった、嘘やん、俺の保険が、うわなんで前後ろどこ前横横、うん、なんで横ぶつけんの、家のすぐそこで、なんで見てないの、バイク、周りバイクに聞いてもらってバイク、うん、それで保険で直したんだっけマリオ、何でも物損も出るような保険にしたの、あーちょっとそれ俺の保険物損ついてなかったからね、やばいっしょ、実費で直したからね、物損ついてあるの、物損ついてるの、ついてるよねみんな普通、うん、対人しかついてなかったから、対相手だったから、そこら辺ぶつけても降りないやつだよ、で車両保険入ってても種類があるの、うん、いやあるよあるよ、対相手だけね、動いてる車とかそれしか適用しない、だから多分18歳に入った保険でケチってたんだろうね、あそのまんまだったんだよ、うん、うん、だ対人、対物つけないとダメ、対物ついてなかったんだよ、まあでもまあよかった30万、うん、であの特定班いる、新居決まったんだけどどうやって特定するの、コンセントレンチ特定されないためにやることって何かあるのかな、家見したらもう特定されるのかな、間取り、間取り、うん、水回りキッチン、佐野さんが詳しいよ、佐野さん、うん、外配信はしない、うん、キッチンと電車の音、電車の音、ステージはすぐ通せたいな、これは15分かなしかも今のマンションは入居前に3日前ぐらいにもうマンション名出てた、なんで入る前に知らねえ、知らないの、わかんない、三枝信之ですけどって不動産屋電話しまくったんかな、わかんねえ入居前にバレてた、意味わかんねえ、お世話になってますとかリリーさんがヒントを出してたんだよな、なんか怖すぎ、リリーさんが俺のマンションめっちゃいいとこやで、めちゃくちゃ道路で、うん、これとあんま特定された、
モンジュリも秒でバレた。イキヤもバレるってこと？うん。キショウさんもバレた？バレてない。キショウさんバレてない。うん。キショウバレてんじゃないの？バレてないよ。バレてない。どうしよう。引っ越しの日を言わない。あ、住民票取られて。マリオ内見配信、マリオしたの？内見って、うん、内見配信してないよね。まあ、家の中はしてないよね。うん、中ちゃんニュースでバレた、焚き火でバレてなかったの？もう引っ越し考えてなんで難しいんだろう。審査通らないのかな。通んだよね、なかなか。マレオが川崎って言ってました。マレオ行ったの？所沢、川崎、川崎、川崎。ああ、ね、結構行ってるね。まあいっか。ほっ、埼玉とか八王子とか川崎とかね。うん、まあ一軒家。うん、だって一軒家だよ。うん、新宿はあの会社の住所、オフィスね、オフィス一応。家賃貸よ、うん、賃貸。で審査めっちゃ落ちてるよ。で会社で通らないから個人でね、うん、借りましたよ。いや一軒家もいい。エーデルハイム3年住んだな。すごいね。3年。家賃いくら？9万。安い。でもあの立地じゃ高いか。9万円。微妙やな、9万。5万ぐらいでいいな。じゃ離婚して、家なくなって、1年ホームレスして、で借りた家だから。結構思い入れあるけどね。何人の女とパコったの？うん、結構パコった。パコってる。20人ぐらいパコッと。うわ、やり部屋だ、やり部屋で半分ぐらいバレてない。うわ、うん、思い出だね。うん、前と付き合ってる時前のパンツが2回盗まれたんだな。マルもいたな。ハルコさんやってない。うん、いやピザも来たよね。ピザも5枚ぐらい。わーね。うん、十何枚来なかった？5万円分ぐらい。5万円分？何枚だったのそれ？15、6枚。うん、あー、殴られみんこもパコったね。まあ、全部言うかも。どうでもいいよ、もう。うん、リンもパコったから、うん、リンも兄弟やね。うん、リンも、リン、うん、何でもいいよ。見たぞー。ちょっとまずいな。まずい。ちょっとそれは何がまずいだの？被ってたりするからね。あ、それ、うん、それはちょっとまずいこともある。事件。